認。右03、下02。右03、下01。ご注文のタイガー2だ。やっぱり新しい機体はいいぞ。匂いが違う。もっともお前さんは自分の匂いに染まるまで乗りこなさんと、で命を預ける気はせんだろうがな。空路で運んできやがって、しかもわしのルートじゃないやつでな。タイガー2、小回りが効くいい機体よね。でも所詮は軽戦でしょ。私のミラージュにかなうかしら。どう、やってみる。あ、逃げるの。完熟飛行だ。自分の目と指で点検しない機体に乗客の命を預ける気か。とんでもない。つい機長に昇格しようってんだから、きちんと頼むぞ。はい。こいつにお前の空を見せてやれ。俺の空か。神崎、今日はお前の空を見せてもらおう。ん？どうした？わかりました。バイエール247、リクエスト。タワー、00セクション、インシーケンス、03。完熟飛行中に落とされるなよ。バイエール247、ランウェイ34R、タクシービュー、ウイスキー5、ウイスキー3、ジュリエス4。離陸する。 10 クリア for take off。 YAL 747クリア for take off。 ランウェイ 34R。 高度3000。高度10000。水平飛行に入ります。誰が自動操縦装置を使っていいと言った。特例で機長昇格が検討されているそうじゃないか。大和航空最年少の機長が誕生ってわけだ。これも渋川機長のご指導の賜物。心にもないことを言うな。どんなに飛行機が最新鋭になろうともな、最終的にはパイロットの腕だ。電子機器や自動操縦装置に頼らず、こいつを東京まで一人で飛ばせたら、誰が何と言おうと
お前を機長に推薦してやる。さもなければ俺の目の黒いうちは絶対にさせない。どうする？渋川さんが推薦してくれるのなら100人力です。頑張ってみます。上昇速度も旋回性能も申し分ない。反応がやや軽いのは経線の宿命か。陽子、君が遠くなった。おいでなすったぞ。つぐも社長とご令嬢だ。そうか、涼子はセスナに乗るのは初めてだったか。ええ、涼子とっても楽しみにしてましたの。ジェット機とは全然違うんだよって子供の頃からお父様に散々聞かされてましたから。そうだったかな。涼子です。神崎です。風間です。今日はどちらが操縦してくれるのかな？自分です。よろしく頼むよ。はい、喜んで。社長、お電話です。電話はつなぐなと言ってあるだろう。しかし来飛車の件でどうしてもと。来飛車か。神崎君、申し訳ないが急用ができたようだ。涼子。あら、私は飛びたいわ。こんな抜けるような青空なんですもの、飛んでみたいわ。いいでしょ、お父様。仕方ない。神崎君、こんなわがまま娘だがよろしく頼むよ。はい。じゃああんまりわがままを言って神崎君を困らせるなよ。はい、お父様。ではお嬢さん、どうぞ。はい、よろしくお願いします。シン、行くぞ。ああ。シン、変わってくれないか。どうしたんだ？いや、社長に話があって。な、頼む、一生のお願いだ。神崎！あら、神崎さんじゃありませんの？風間真です。かかったわ。出発します。あ、はい。黙ってばかり。何かおっしゃったら？あ、いや、僕も好きです。青空が好きです。大丈夫ですか？ええ、エアポケットです。多分200メートルは一気に落ちました。失礼しました。僕の方こそすみません。もっと注意をしていれば防げたかもしれません。申し訳ありませんでした。暗い夜空に微笑
が照